1番バッターはキャッチャー大城。杉浦、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース、ストライク。次が2球目、ボールになります。痛烈な打球、スタンド一直線、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。ファイターズ、その差を3点に広げられる痛い一発となりました。高めに浮いてしまったストレート、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。いいボールでしたけど、これは打った方を褒めるべきですね。はい、ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。この序盤戦、さらにリードを奪われます。